ティーシェルといちごちゃんでございます。あ、いちごちゃんちょっと早いね。いちごちゃんですね、ヒートがちょっと続いてまして、今日はすっこぶる体調が優れない状況ですから、ちょっとお姉さん方とは距離を置かして、今お一人で過ごしている最中でございます。はい、でコメントがね、今回も来ましたから、そちらをねちょっとお答えさせてもらおうかなと思います。いいですか。内容こちらでございます。こんにちは。最近保護犬サイトからシェルティの4歳の女の子を繁殖上がりで迎えました。まだ迎えて1ヶ月未満です。初めて繁殖犬を迎えました。普段はすごくお利口さんなんですが、夜中から明け方になるとワンワン吠えてしまいます。その原因が家族が寝てて寂しいのか、何か要求吠えなのかがわかりませんと。日中吠えるのは散歩に連れてって行ってほしい時です。何かのストレスも関係あるのでしょうか、ということでございますけれども、コメントねいただきました。めぐめぐさんでございましょうかね。はい、いちごちゃん、だいぶちょっと体調不良だね。ちょっともういちごちゃん、いちごちゃんちょっと起き上がれんか、起き上がれんか、起き上がれんね。はい、わかりました。いちごちゃんはもうちょっと元気がない、元気がありません。起き上がれないということで、このままの状態で進行します。いちごちゃんが今もうこんな状態でございますので、まあ私だけのお話になりますけれども、まあ夜泣きですね。まあ書いてある通りでございましょうかね、これね。要求防衛なのかとか、まあストレスが関係あるんですかっていう話なんですけども、まあこれ、まあこのまま、今はいいかもしれませんけどね、迎えて日が浅いかもしれませんけど、このまま続くとですね、逆に飼い主さんの方がですね、ストレスが溜まってしまいまして、イライラ度がどん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 上がっていって、そのイライラをワンちゃんにぶつけてしまう、悪循環が起きかねませんので、まあ早急にというか、まあ早急じゃなくてもいい、まあ徐々に対応していただければいいかなと思います。もうワンちゃんからするとですね、もう夜中に、まあもしくは朝方、体力全回復になりました。もう私、発散したいです。だから、ね、飼い主さん起きて散歩に行きましょうっていうことで、これ吠えてますね。はい。ですからね、まずは、ワンちゃんの寝る時間の調節を飼い主さんが行ってあげなければいけません。皆さんのワンちゃんは、夕食、いつ頃食べて見えますでしょうか。だいたい、まあ、夕方の5時から、まあ、7時ぐらい。まあ、遅くても8時かな。それぐらいにはワンちゃんのご飯は食べ終えているんじゃないかなと思います。その食べた後ですね、ワンちゃんどうしてますか？思い返してみてください。どうしてますか？食べ終えた後。その後ですね、まあ、ほっかっとくとですね、自分の安心できる場所で、もう大抵は熟睡してます。熟睡してます。ね。熟睡してるのがもうそうですね。7時台から、7時、8時ぐらいからか。それぐらいから熟睡してますから、当然人が寝るよってなり始めた時にはもう3、4時間ワンちゃんはぐっすりねんねんしてるわけですね。そっからまあ、ずーっとこう、時間がこう、ずずずずずずずと来た時にですね、当然ながらまあ、朝方の2時、3時になると、それなりのもう睡眠はワンちゃん取ってるわけですね。取ってます。ですから、ふっともう元気になりましたから起き出して、はぁ、早く早く、飼い主さん、行こうよ行こうよつってて、わー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 。という、状況になってしまいますから、この、寝る時間帯を調節してあげてください。飼い主さんと、まあ、できれば、一緒に寝る状況を作ってあげてください。そうすると、まあ、夜中も飼い主さんと一緒にぐーっと朝方までね、ずーっと寝てくれたりしますので、寝る時間をまず調節してもらうことですね。それが一つ目です。で、二つ目はですね、この文面からして、多分散歩がね、大好きな子じゃないかなとは思います。まあ少し少ない情報ですけれどもね、
多分散歩が大好きな子じゃないかなと思います。そういう子はですね、基本的には体力が結構、まあ、多かったりすることが ありますので、まあ、体力面がやっぱり多い子ですから、夜中に、まあ8時、9時台にですね、散歩を取り入れてあげることをお勧めします。この吠えるっていうことはね、当然ながら体力が使います。体力使います。吠えるのは体力使うんですね。吠えることができるっていうことは、要は体力が有り余ってますから、寝る前にですね、この体力をぐっさりこう、バーっと落としてあげればいいですね。だから、夜中にですね、寝る前にワンちゃんお散歩してあげるというわけですね。お散歩してあげて、まあ30分でもいいし、1時間ぐらいでもいいですから、お散歩してあげて、体力をぐっと減らしてあげると。そっから、今日も一日よく頑張ったねっていうことで可愛がってあげて、飼い主さん、まあ、一緒にね、こう寝ていただければいいかなと思います。そうするとね、朝まで、徐々にね、寝るように変わっていきますので、この2つをね、取り入れていただければよろしいかなと思います。寝る時間の調節と体力を減らすための夜の散歩を取り入れるという形を行ってください。まあ、日中お散歩を行ってみえると思いますので、まあ、その散歩ももちろんやっていただいて、もう一回散歩を付け加えてもらうという形ですね。はい。こうしていただいて、夜中の、まあ、吠えというのを、まあ、なくしていくと。減少していく。まあ、急には多分なくなるのはちょっと難しいかもしれませんけれども、回数だとか、っていうのが徐々に目に見えて減っていくっていうのが実感できるようになるかなと思いますので、ね、しっかりと夜散歩を行っていただいて体力をぐっと減らすという形を整えてみてください。で、寝るときは一緒の時間になるべく真似てもらうという形をとってください。はい。ご参考になりましたでしょうか。聞いとった？ちょっと聞いとりましたか、いちぐりちゃん。はい。はい。では次回もぜひご覧になってください。バイバイ。